はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アンチョビです。さあ本日なんですが、なんかホリデーギフトボックス2020っていうのが我が家に届いたんですよ。これなんか書いてありますね、これなんか書いてあるんですよ。なんかコナミさんからですね、ギフトボックスが届いていまして、これちょっと今日開封していきたいなというふうに思っております。謎の箱が届きました。これ実はなんですけど、なんかクリスマスくらいにコナミさんが送ってくれたらしいんですよ、あの事務所に、あのウームっていうね事務所に。なんか聞いたら事務所のなんか配送担当のやつが全然送ってくんなくて、俺の家に今頃届いてるんですよ。クリスマスっつって1月の末くらいに届くなんてことあります？俺マジでムカついてるんですよ今。何にムカついてるかっていうと、事務所の配送担当のやつにめっちゃムカついてて、すげえ遅いんですよね。クリスマスになんかわざわざコナミさんが送ってくれたプレゼントをこの1月末なんていう時期に開封してるやついます？マジでうざいわ。普通に今ムカついてるんですけど、とりあえずですね、コナミさんからいただいたありがたいね、ボックスを開封していきたいと思います。クリスマスプレゼントなんだけどな、本当は多分これ。実はね、シャイニングの兄貴いるじゃないですか、松坂の兄貴。兄貴の方にもなんか、プレゼントが届いていたらしくて、まあ、それとなったらね、内容を似てるんじゃないかなと思うんですが、早速ですね、開けていきたいと思います。さあ、一体何が入っているんでしょうか？おっとお手紙入ってるぞ。おいみんな見てくれ、お手紙入ってる、すごい。ちょっと一回何入ってるか出すわ。お手紙入ってた、ちょっとどうしようかな、ちょっともうちょっと引きの映像だった方がいいか。ちょっと全部出していきますわ。まず龍様へっていうお手紙と、これはなんだ、これはちょっとなんかよかんないお手紙、それからブレイジングボルテックス、おいいね、ブレイジングボルテックス、なんかすごい、これマスクだね。立体布マスク。京都西陣織の伝統技術を駆使した立体布マスク。なんかすごいんだけど。これロゴ入ってるよ。見て！すげえ！かっこいい！かっこよ、このマスク！やばっ！このマスク、ちょっと後で出します。後で出しますけど。かっこよ、これ。それが、2個入ってますね。で、これはなんだ？ T シャツだな。T シャツ。あ、欲しいっすね、やつや。これあれや。これひなちむが、佐野ひな子さんが、なんか、インスタグラムに上げていたのと同じやつですね、これ。ひなちむとのペアルックが可能。神ゲーだな、これ。と、これは？あ、これ色違いだ。黒の、オシリスの天空竜の T シャツ。すごい。以上ですね、入ってるのは。T シャツ2個、マスク2個、ボルテックス1個とお手紙的なやつが2個。いいんすか？俺ガチです。ほんとです。コナミの悪口しか言ってないんですけど、最近。コナミの悪口を言って、チャンネル運営しているんで、実は、最近コナミの仲のいい人から、僕仲のいい人ほんと2人くらいしかないんですけど、コナミの中に。コナミの中に仲のいい人が2人くらいしかないんだけども、その人から聞いたのは、コナミ社内に、竜アンチ、めっちゃいるらしい。コナミ社内にね、竜アンチね、めっちゃいるらしい。当然の結果っちゃ当然の結果なんですけど、アンチにもさ、こんなプレゼントを送ってくれるって、相当だよ。いい会社だね。いい会社だよ。ちょっと早速ね、事務所にはムカついてんだけど、ちょっと一回ですね、そうですね、ちょっと開けていきましょうか。どっから行くか。ボルテックスは別にいいや。ボルテックスはちょっと今度また別の動画で開けるとして、このちょっと手紙開けていく？手紙を。まずこの竜様っていうやつ開けていこうか。これは普通に、シンプルな手紙か？これちょっと一応自分で内容読むわ。これなんか偉い人の名前入ってるから、あんまり見せない方がいいかもしんない。内容的には、デュエルリンクスをなんかいつもご支援いただきまして誠にありがとうございますみたいな感じですね。で、ホリデーギフトをお送りしますと。で、見てください、ここほら。こうちょっと、12月7日ってなってるんですよ。いやもう1月なんだけど、マジでムカつくわ。さあ、そしてこれは？このお手紙は、なんだ？おっと、おい。
すごいな、メリークリスマスって書いてるぞ。時期外れすぎるだろ。いつだよこれ、本当にふざけんなよ。メリークリスマスって書いてる。おっと、聖なるバリアミラーフォースや。聖なるバリアミラーフォースの宿ですねこれね。うわかっこいい。え、結構レア度高いけど、これね確かね、なんかねシャイニングの兄貴はあの団結の力が入っていたらしい。LINE で写真が送られてきた。あのね、あれだわ、多分ご結婚されたじゃないですか、あの兄貴。なんで多分団結して頑張ってくださいっていうあのことだと思う。でミラーフォースの意味を考えると、そうだな、視聴者からのアンチコメントを全てミラーフォースで跳ね返しながら頑張ってくださいってことかな。ちょっとわかんないけど多分そういう意味だと思うわ。いや、いい、これもかっこいいね。良い一年になりますようにみたいな感じで、なんかこのなんだろうな、ギフトカードのなんか入れ物みたいなやつもすごい凝ってますね。クリボーがデザインされていて、あ、ハッピーニューイヤーとも書いてますね。で、オシリスのロゴがあって、すげえかっこいいわ。ありがとう、コナミさん。いつも悪口ばっかり言ってごめんなさい。悪口しか言ってないからね。さあ、そしてこちらですね、マスクですね。いや、マスク、これはね、相当レア度高いよ。これ相当レア度高い。これどうやって開けんのこれ。ハサミか、これ。ハサミ開けか、あ、違う、ここだ。こういうことか。うわー、クソかっこいいけど、え、これあれなんだ、なんか紐で縛るタイプのマスクなんだ。それめんどくせえな。それちょっと若干めんどくせえな。ただ見てください皆さん、いや質感もやっぱいいですね。かなり、さらっとつけれて、割と夏とか冬どっちでもいけるんじゃねえか、これ。へえ、よく知らんけどさ、このなんか京都西陣織っていうの？これだって結構有名だよね。俺も聞いたことあるもん。これなんか結構、これ結ぶのめんどくせえな。結ぶのめんどくせえわ。まあ結んどきゃいいか。なんかアローアルファかなんかでこうくっつけとくか、ここ。ピタッと。そしたらなんかつきやすそうだな。いや、このロゴはかっこいいですね。これ。これなかなかないよ。これツイッターで確か、なぐもさんも上げてたんで、多分ね、相当レアなやつだと思う、これ。まだ市販されてないはず。というわけで、このマスクが欲しい方は、下の概要欄をクリック。応募フォーム貼っておきます。いや、すげえな、これ。これは、やばいね。これまあ、多分うちの嫁の分と俺の分ってことでしょ？いや、素晴らしいですね。コナミさん、本当にありがとう。これはめちゃくちゃかっこいい。ちょっと T シャツ出していくか。T シャツを。これ確かひなちむがね、インスタグラムに上げてたんで多分同じやつだと思うんですけど、いやーかっこいいね。サイズ2っていうのは一体何なんだろう。サイズ2、俺多分サイズ3か4だと思うんだけどね、多分これ。多分サイズ3か4だと思うわ。なんか今サイズこれ2ってなってんだけど、サイズこれ2ってなってないんで、これ俺多分3か4だわ。いや見てよこれ、このオシリスかっこいい。なんかデザインもね、なんかちょっとダメージ加工ジーンズになんか自分でペンキぶちまけて作りましたみたいなさ、あのオリジナリティのあるなんかジーンズあんじゃん。あんな感じの、模様が入ってますね。え、これ、さすがにまだ非売品でしょこれ。これ売るのかな、そのうち。グラムレ、ちょっとわかんないけど、なんか、コラボ商品みたいな感じなのかな。後ろは、後ろ特にないですね。後ろのプリントは特にないので、まあ、前に、ついてると。ほい！あー、黒いいね。黒の方がかっこいいね。黒の方がなんかオシリスが生えてる気がするわ。よく見たらこの箱も結構なんかレアだよね。コナミって書いてあって、なんかデュエルリンクスと遊戯王の OCG のロゴが入ってて、ホリデーギフトボックス2020って書いてあるから、これ多分相当なんかレアだと思うわ。このボックス。家宝にしたいなと思います。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。多分一般的な人間であれば、まあこれもらって、いや、ほんと、コナミさんありがとうと。コナミさんありがとう。これから僕悪口言わずに、生きていきますみたいな。コナミに頭が上がりませんみたいな感じになると思うんですよ。一般的な、まあ、人間であればね。まあ、竜っていう人間マジでガチクズなんですよ。ガチクズなんで、多分スタンスこれからも全く変わりません。ご安心ください、皆さん。ダメなところがあったら、お前ふざけんなと。言い続けて。皆さんの意見を、まあ、代弁者というか、みたいな感じで、まあ、チャンネル運営し続けていくと思うんですが、
本当に感謝しております。コナミさん、毎日毎日楽しいゲームを作っていただいてありがとうございます。ぜひですね、これからもね、楽しいゲーム、一緒にね、盛り上げていきたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。あとマジで配送担当マジふざけんなよ。今度配送担当あったらマジでぶん殴るわ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。コナミさん、本当にすいません、ありがとうございました。